けましておめでとうございます。声優の村瀬歩です。アメリさんなんて可愛いんだろうなというのをずっと思いながらキュンキュンして、皆さん何回でも7話を見ていただけたらなというふうに思っております。こちらです。初心を忘れない。ありがたいことにいろいろな作品に出させていただいていると、こう、まあ、いろんな役の人生を生きることを許されるわけじゃないですか。であくまで何て言うのかな、僕はその人に声帯を貸してあげて、その人の人生を代わりになんか声で表現するっていうところのなんか初心を忘れないようにして、きちんと一役一役違うんだっていう初心を忘れないようにして、まあお仕事に励んでいけたらいいかなというふうに思いまして、だいぶ久しぶりなので自分自身そこにこう追いつきつつというか、前の日向に気持ち負けないように一話一話丁寧にこう頑張っていこうという、やっぱ初心を忘れないように励んでいるので、まあブラウン管の、ブラウン管じゃないですよね、もう今有機ELの向こう側で皆さんのもとに届くことを、はい、心待ちにしております。